ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、スパルタカス。監督は、スタンリー・キューブリック。1960年の作品です。紀元前73年頃にローマ帝国で起こった、第3次奴隷戦争をもとに書かれたハワード・ファストの小説。スパルタクスの反乱の映画化です。主演はカーク・ダグラス。共演はジーン・シモンズ、ローレンス・オリビエ、トニー・カーチスほか。ハリウッドの大物、ダグラスが主演と制作、総指揮を兼ねて主導的立場を取り、当初は監督だったアンソニー・マンと意見が合わず、彼を降板させ、当時はまだ無名だったキューブリックを起用しました。ごたごたがありましたが、映画は傑作。見応えのある歴史劇です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。